はい、ありますね。隊長のもとへ向かうと。あ、覚えてました。あそこに、ね、リハーサルでね、ちょっと触ってますからね。でこれはチャプター1 の、 その最後の局面なんですけど、はい、その今操作しているキャラクターがそのミハエルっていう若い兵士で、うん、彼の、まあ、上司、うん、隊長が、まあ、生きてるっていう情報を得て、はいはい、そこまでやってきたところです。いきます、はい、さあこのキャラに。でも先に言っちゃいますけど、はい、言っちゃうんですか。この話の流れの中で、うんうん、いろんな選択が出てくる。はい、Hey, old man. 何をどうやるかで、この隊長が We've got some matter of addressing a superior officer like that. What happened to the others? How should I know? What the hell is going on? Everyone said it wouldn't come to war. Never took you for naive. We're soldiers, Mikhail. Why else would we be here? Stand up. We're getting out of here right now.They're picking off the survivors. Listen to me, Mikhail. There are only two things you're responsible for: surviving and saving the civilians. みたいなことを言っちゃう。はい、来ました。あ、来ました。え、うん、ちょっと聞いてなかったです。聞いてない。ちゃんと見てましたよ。え、うん。俺が？まだね、戸惑いだね。You can't be serious. I only enlisted so I could pilot a Wanzer. It's up to you to decide whether you'll do it or not. そうか。お前どうか、うん、やるよ。お、来たね。来たよ、これは。やんないと。All right. Remember what you said. This is your decision. Mikhail, I am detecting enemy troops nearby. They are coming this way. お、来てる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 。Ah, my mech. こいつ。隊長が持ってたバンカー。You're gonna take that risk.もう壊れてるんですけど、そうかそうか、あれに乗ってください。どこ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 ですか。左です。左です。あ、痛い痛い痛い。これこれこれって言って、中古のあ、バレるバレたバレた。痛い痛い。大丈夫、近づいて近づいて、もっともっと近づいて、そこで乗る乗る、よし乗ってください。大丈夫、これもこのバーちゃん足が壊れてるんで、この状態で戦える。動けない。おー、サンチュー、レッツバッドダメージだね。どうしよう、スモールバッドは戦車、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 向こうはもうたまったんで。
計画にも合う。そうですね。素晴らしい。どんどん行っちゃって。どんどん行っちゃって。お、どうですか？まだ来るんですか？ No signs of the enemy remaining. おお、すごい。It would be dangerous to continue fighting in this state. I advise abandoning this mech and moving to a safer locale. わかりました。Roger that. This thing did good, considering it's pretty much on the scrap now. こっからが。ここはもうちょっと隊長、あ、そうか、隊長、隊長だ、隊長忘れてたでしょ今、そうだ、完全に忘れてました。隊長がね、どうするかお前が決めろっつってね。どうなったんでしょう。行かないと隊長の元に倒したよっつって。やったよ。やったよっつって。一緒に逃げようぜっていう話をしてたんですよ。そうそう。隊長は、なるほど。お前は自分が生き残ることと民間人を助けることがお前の使命だみたいなことを言われた。なるほどなるほど。If the transmission from an hour ago is to be believed, there should be some survivors in the area. I sent you the location. Go. You have to survive. どうしよう。四択。四択。優しい。でもこれに変わるって。これはでも配信を意識した選択でしょ。バレました？まだ続く。これ悩むな。これはもうリアルに自分の持ってるものが減る。そうか、所持数。ごめんなさい。わかったね。ごめんなさい。優しい。そうよ。優しいかと思ってたけど。目のところぐらいちょっと治療してあげてよ。3つもですよ、だって。まだ1個しかない。1個だ、1個。自分が持ってるのは3つだから。3つ全部持っていくじゃないからね。渡せばよかった。やばい。なんてこったい。やばいよ。明らかに敵です。敵。誰だお前。そんな感じだ。誰だお前。切ります。Three strikes and you're out. And you've already got one. I wouldn't talk like that if I were you. もう2アウト。うん、もう。やばいよ。Strike two. Two strikes. Think long and think hard. じゃあまだ次の打席立てる。立てますね。わ、いっぱいある。銃を構える、俺を撃て、撃たないでくれ。わあ難しいな、毎回難しいんだよな、この選択。ダメ？だってさ、ああ、どんなことすんだよ。お前で、やられた。まだ構えてなかったよ。Now the game is over。ガビーンですよ。でもよかったよね、あれ。ファーストエイドあげてた。あげてたのね。多いって。冷たい。ブレイクタイム、ルーキー。守れるんだと思った。今のはちゃんと体調を守れる方向もあるんですよね。生き残る方向もある。オーマイガーなってますよ。もう脱力しちゃったよ。絶望ですよ。助けられなかった。しょうがない。でも体調を切り替えていこうみたいな。アリーニだ。 If anyone's there、 If anyone's listening, please respondこの子はもう元々は軍人だったんですけど、軍をちょっと去る出来事があって、やめてしまって、今警察官になったんですよ。なるほど。その過去の出来事っていうのが彼女の大きなトラウマになっていて、それを乗り越えようと、そういう彼女の新たな物語。Voiceprint data inquiry complete. The petitioner is Captain Olga Kalinina of the Novosava City Police. Would you care to hear instructions for how to use this device, Captain? No need. What's the situation? Approximately two hours ago, the Garmonia army launched an invasion of Novosava. It is admirable that you wish to carry out your duties, but please prioritize your own safety. That's sweet of you. Do you have a name?I am Koshka, Captain. Just Olga is fine. I'm in your hands, Koshka. ちょっと最初だけヒントを出しますと、はい、まあこっちチュートリアル出てるんですけど、うん、あのマップを開くといろんな情報が出てきます。はい。あ、これはちょっと飛ばしてください。はい、で、マップ開いてもらいます。はい。ここで開いちゃって大丈夫ですか。はい、で。赤い丸があるじゃないですか、はい、あれが敵がいっぱいいるところなんですね、うん、まあ要は警戒度というシステムなんですけど、要はそこが危ないよっていうところなんで、うん、まあそこにはなるべく近寄らない方がいい。あ、なるほど。でその青いアイコンがセーブポイントなので、うん、そこに行くとまあアイテムボックスみたいなものがあったりとか、あの回復できる
ポイントにもなっているので、なるほど、どっち行ったらいいかわからんっていう時はとりあえずその手近なセーブポイントを目指してもらった方がいいと思います。わかりました。じゃあここにセットしてそこに行けばだよっていうことですね。はい、まあ素直に行けるかどうかはちょっと不安になるな不安になるな不安になるな。これ走っちゃったら危ないですからね。危ないよこれ。これ回んなきゃいけないんか。怖いよ。初めての深夜の歌舞伎町みたいな大丈夫かな大丈夫かな夫、ね、変な路地とか入っちゃうかなこれ回んなきゃいけないやつ。そうだね。で最終的なこのゲームの特徴として、はい、最終的な目標地点というのは結局その探索していく中で提示されるんですけど、うん、そこにどうやっていくかっていうのはもう結構自由なんですね。今のマップ見てもらうと分かると、はい、あ、これでも危ない危ない危ないですマジですか。ドローンあ、ドローンが、あ、いるわ。あ、飛んでるわ。おいおい最初のチャプターには出てこなかったって言ってドローンがいるんですけど、そうか、ちょっと周りにもあいつは弱いんですけど見つかると周りの敵を呼び寄せるので、うん、でもちょっと行っちゃうでもって言った。いやもうそれはもういいんですよ。それはもう全然これでも壊せるんですよね。なるほどなるほど。おおいいうまいうまい。割れた割れてない。割れてない。うわいいよいいよ。でも弾が全然ないからあれですね。あ本当だ。ドローンにも気をつけながらでもあっちから回んないと人も敵もいるねこれ。セーブできないってことですよね。あの人はあらあら気づかないかな。近いなこれ近いか。チャンスだってどうして。バツバツです。バツ。はい。パソパソしてますけどすいません。いいよいいよ。おこれ上の。おちょっと登ってみます。登ってみます。登んない方がいい。いやまあ自由。自由ですから。それはもう。そしたら走っちゃうからな。でもあの人倒したいんで。今倒したいが大事ですね。後ろに。ロボットいますか。向こうにバーザーがいる。 あれもか、ね、でもあそこのセーブポイント回んないといけない感だな。あなるほどなるほど。間違えた。 あっち向いた。 あっち向いてる。じゃあいいか。カーション The enemy is approaching。 すごい黙っちゃった私。うりゃうりゃこの野郎、あれだ、暴れたー、暴れたー、暴れたー、これはバレるんじゃないですかね。そりゃね、この車の耐久がやべえ、すげえバレちゃった。ドローンも来た、ドローンも来た。逃げた、逃げた、逃げますね、ちょっと逃げると。 There is a shelter in this vicinity. I advise you take refuge there. ここ、シェルター。たまたまですけど、別のセーブポイントで。何？本当ですか？どうした？早く落ち着かないかな？落ち着くんですよね。まあ、そうですね。敵のタイプにもいろいろあるんですけど、ひたすら追いかけてくるやつとか、あんまり動かないやつとか。BGM がやむと敵がとりあえず諦めたりとか、今探索をしていないっていう状態なんで。サバイバーズロケーション、トランスフェリングコーディネーツトゥヨーデバイス。さっきのところの後ろだね。すぐだよ、すぐだよ。ここですね、行きましょう。たまたま、たまたま運用できた。ちょっと取ってから。なるほど。頭ありがとうございます。いやーすごい優しい。まさかの、まさかの逃げた先にあったっていう、ね、これどこ一番下にやっちゃいますね。ちょっと出てますね。出ていいのか、出ていいのかな。いいのか見ないでください。色々あるけど、ワイプ見といてください。いや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 、大丈夫、大丈夫、戻ります。で今あそこに回復ポイントとそれからアイテムボックス、これですね、はい、あるので拾いましょう全部。ここで補給というか、まあ素材のアイテムを手に入れたり、まあ、弾とか、うん、今あの防具とかも手に入れたので、これはここのオプションというか、L1 を押してもらって、あのリュックサックのマーク、はいはい、ここで装備をします。
おー、右から3番目がベスト、ベストですね。これ2個手に入ったんで。あ、そうか、ね、じゃあつけちゃいます。こっちでももう一玉押してください。はい、これで大丈夫です。で、クラフトもできるようにはなりました、うんうん、結構素材がありますね、うん、おー、よしよし。何に使うか。爆発感ですね、うん、やっぱここは爆発感ですか。爆発感ですね。攻めたい、いいですね。攻めたい攻めですね。トラップもでもいっぱい作れますね、はい、じゃあ作っといて、ね、といて、うん、損はないね。結構その特徴的なのが、はい、こういうアイテムとかを駆使して戦うのが割とおすすめの戦い方なので、うんうん、はい、で普通のいわゆる RPG とかってこう、うん、僕もそうなんですけど、うん、こうアイテムってケチって使わないみたいな、ね、よくありますね、スタイルする人もいると思うんですけど、はいはい、このゲームに限ってはもうどんどん使った方がいいです。なるほど、うん、使える有用なアイテムほど手に入りやすく当然してあるので、うんうんうん、なるほど、はい、使っちゃったらなんか後で困るんじゃないかなっていう考えよりはもうどんどん今を生き延びるために使って方がいいです。使わないとどうなる効果あるか分かんないですもんね。確かに確かに。これでもここにで今ストーリーが進んだので、はい、その赤い右下のマーカーが、あ、これですね。そこがいわゆるクエストの目的地ですね、うん、こう忘れちゃいそうになりますね。クエストを無視していかに倒すかみたいなことになって思って。ああ、でもいいよいいよ、敵いるけど。あ、でも向いてるか。まだあれセンサーみたいなのが作れないから。そうですね。索敵センサーが作れない。ね、あれがあると大事なんですけどね。そうか、素材がまだないのね。何人いるか分かんないですもんね。そうだね。ここは隠れられる。あ、ドローンもいるけど。けど。向いてるな、こっち。向こう向いてますね。バンザーはこっち向いてる。バンザーはこっち向いてるけど、大丈夫。大丈夫。いやー。あ、ダウン攻撃。ダメー。ダウン攻撃のせいで。今の大丈夫の根拠が危ない危ない。危ない危ない。あっちにもおるね。やばい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 。隠れたい。とうとう。走ってる最中にもう一回R1 を押してもらうと、はい、ファースト感がもっと早く無視で、はい、あ、間違えました。スタミナみたいなのがあるから、おー、早く早く、一定時間しか続かないですけど、もう大丈夫ですよ、安心してください皆さん。ドローカーいいね。あ、どこ行っちゃった。近づいてはいるね。ドローンは光の色でこっちを認識してるかが分かるんですよね。緑色の光出してるときは通常モードというか、はいはい、で赤になってるといわゆる戦闘。なんか来た。おー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 、それこれドローン。どこ地上のドローン、地上のドローン変形するんですよ。さっきの、はい、あ、変形飛んでるやつが変形する。あ、いいよ、ナイスナイスパイプ。偶然に当たった。うわ、すげえ。うりゃドローン、うりゃうりゃ、ドローン破壊祭り春のみたいな。すごいな。これ3ポイント、シール溜まりましたね。溜まりましたね。いっぱい手に入りますよ。あ、なんか、痛い。まだ。いや、ほら、ドローンは周りの敵を呼ぶ。そうか、呼ばれちゃったよ、これ。また来ました。また来たよ、シール獲得チャンス。チャンス。ドローンの絵皿をもらいましょう。こっから入ってこれちゃうってことですか。こっから入ってくるかもしれませんね。お、チラ見。チラ見しましたよ。ドローンがでもあっちに行ったりかな。真正面ですね。おお、いないですね。あれ、どこ行った。ここ閉じたいですね。ジャンプしよう。いないですね。いいよいいよ。いいですよ。いっぱい手に入りますよ。センサー入った。今外に歩兵を呼んできたので、ドローンが呼ばれちゃった。あ、じゃあその今のうちに隠れてた方がいいですかね。安全ですけど。あ、でもそれこそワイヤーとか、はいはいはい、使えばトラックで。あ、もう撃ってきてる。これはどうやってよくそんなとこ答えられる。ここで有刺鉄線。ここと、はい、最初の場所と次の場所を決めて、それと置きます。
危ねえですよ。こういう時はあ、いなくなっちゃった。すげえ。使おうと思って。すげえ。あ、あでも。あ、使っちゃった。あ、トラップを。あ、今チャンス。こいつ、こいつアホですわ。チャンス。これ。よし。ダウン攻撃。あ、でもバレた。私でも。続いての。私でも。有刺鉄線も取られ。有刺鉄線は割と手軽に作れるトラップなんですけど、あの敵の攻撃は誰でも外せるんで。なるほど。あとですね、金属パイプが壊れそうです。はい、私の大事な。どうしよう。あやばい。来た。さあどうだ。あ怖。これは。もういけた。ありがとう金属パイプ。死んだ。もう一回。死んでない。死んでない。ああ。もう完全に鉄あの金属パイプ壊れてしまったので。何？ダメージがほとんどダメージいかないですそれ。ダメージいかない。これで全然ダメージいかない。だけど。一応ね、倒せはするんですけど、ね、ダウンさせることはできる。危ないですよ、そのドラム缶が危ない。あー危ない。燃えた。あ、みかんじ。お前が来てから大変なことになってるじゃないか。でも敵も死にました、今。よかった。今の爆発で大丈夫か、お前。巻き込んだね。巻き込んだね。だいたいこの番組のゲストは自爆テロみたいなことになります、ね、いや、でもこれはすごいな。あ、分かった。ワイヤートラップにすれば、それはあの爆破するタイプのトラップなんで、ね、こうですね。もうザマーミロですよ。敵が諦めました。諦めました。すごい。大丈夫ですか、視聴者の皆さん。大丈夫ですか。いや盛り上がった。あ、よかったです。すいません、セーブもできるようになりましたって。いやすごいな。これでも回復してからの生き延びてますね。そうですね。そこで回復ができるので、一応回数制限はあるんですけど。うわ。出たね。でさっきの人が目的の人です。あ、はい、なるほど。あ、じゃあアイテムも取ってからセーブして話しましょう。危ない。敵が本当にいっぱいいますね。いや出てくる。全部取った。欲張りが出ました。民間人。気にセーブしてから民間人するな。いや大事なことですね。大事ですよ。はい、皆さんのセーブ大事ですよ、はい、そうね。安全な時にね。そうなんです。しといてください。危険な時はできないですもんね、セーブ。戦闘中はセーブできないですね、うん、ね、行きましょう。お待たせしました。お待たせ。あーよかった、助けに来たよ。よっしゃ。でちょっとお話的なことを話すと、はい、あのこの町で結構こう連続行方不明事件みたいなのが起こってるんですね。で彼女はそれを調べてて、それのまあ重要な証人みたいな人がここの、うん、このスラム街にいるっていう話を聞きつけてここに来たんですよ。ほうほうほう、出ました、この人間性テストが。やっぱおい、私に見返りは。でたまたまこのおじさんがその証人と知り合いっぽい。いい選択だったかもしれませんね、うん、いいさ。攻めますね。うん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 、スケベ野郎ですよ。やばいねこれ。ひどいこと言いますよ。ひどいね。鉄パイプですか。制裁を与えないといけない。上司の敵ですよ。丘の上の大病院。おお、コシカ、tell me how to get to that abandoned hospital and find the closest shelter too. Understood. Transmitting coordinates now. なるほど、これでちょっとね。Head for the shelter and don't let those soldiers see. あ、でも助けた。あ、助けましたよ。まあ、はい、こういう隠れてるというか、うん、逃げ遅れた人たちを助けるっていうのが、はい、まあ一応そのゲーム全体を通してのもう一つの目的。なんですけど、うん、あのまあ、さっきも言ったようにやらなくても全然クリアすることはできます。だからこの人とかは、まあ、どう考えてもいい人ではないんですけど、うん、まあ、それでも助けるか助けないかっていうのはもうお任せです。うわ、で助ける場合はあの、はい、マップを開いてもらうと、はい、さっきの黄色いマークがシェルターなんですね、うん、そこまで、うん、あの青いラインを通ってこのキャラクターが移動するので、で移動する行けっていうのと止まれっていう指示が出せます。
なのでまあイケイケでもいいですし、うまくコントロールしてあげないと、あの彼らは戦闘能力を持ってないので、ああそうかそうか、敵に見つかると、あの当然やられてしまう。なるほど。うわ、でも一回、はい、助けてあげる。しゃなしっすね。おお。ああ、そうかそうか。今移動中なのね。移動中おじいさん。どんどん行きますよ。うん、どんどん行きます。ワイヤーあれ大丈夫ですか？それにはえちょっと待って、回収しといた方がいいですね。なるほど。こういうとこも大事ですよね。一応トラップ系のアイテムはあの発動しなければ回収できるので。うん、もう安全そうですね、ここの道は、うん、ちょっと私あれ拾いたいからちょっと気をつけて。すげえ先行っちゃう。すげえ先行っちゃう、おじさん。ちょっと待ってよ、気をつけてよ。ちょっと待ってってば。そんなジムのトレーナーみたいな感じ。私いろいろ拾いたいから。ボクサーみたいな。セコンドとして。あ、めっちゃ速いじゃないですか。もう行けるんじゃない？あ、うわうわ、走ってきてない、走ってきてない、ほら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 、やばい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 、おじいさん狙われてる。よし、こっち行った、こっち行った、よしよし、気をつけた、よしよし、危ない、危ないですね。おじいさん意外にタフだった、よかったよかった、タフでしたね、タフだった、もう打ちつけられてましたけど。もうかなりやばかったです、今には。そう、あ、行きますね、でももう何事もなかった。そのようで、ちょっと待っててよ。そうか、この先にね、だから待機させとけば、ちょっと先を自分で見ることもできるんですね。すごい近くに。だからもう移動するルートはあらかじめ分かってるので、うん、あの先に回りをして敵を全部排除しといてっていう方法も、まあ、可能っちゃ可能ですけど、割と走るの早いんですよね。あ、行けそう行けそう、近く来た近く、この先はないかな。そこです。あ、いるいるいる、いるの、そこに。あ、いたいた。でも先まで行かないんじゃない。でもあっち向いてる。走れ、なお、ゴー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 、後ろから押してんの。ゴー膝壊れちゃうよ、おじいちゃん。発砲ないから、本当に気をつけて。よしよしよし。で、このシェルターまで到達すると、この人は救助することができましたっていう。ああ、よかったよかった。基本的な仕組みはこうですね。なるほど。悪いことすんなよ。ほんまやぞ。本当に。そしたら私たちが次行くのはここってことですね。うん、はい。もうちょっと複雑なパターンもあって、例えば誘導できるシェルターが複数あるので、はい、どっちに連れていくかみたいな、あの選択ができる場合もあります。で、鈴木の目的としてはさっきの話にあった廃病院ですね。マップの左上の端にあるんで、結構遠い。そこまでどうやっていきましょうかっていうのは、結構だって敵の、うん、中を通るんで、好きに行ってる。あ、もう大変な状況ですけど、押しちゃったらもう押すんじゃなかったみたいな。はい、いいっす、どうぞ。え、ここまでですか。どうしたらいいの。後ろに、後ろ向いてください。後ろに、あー、いた、とりあえず怖いんで。え、これはもう壊れてない、壊れてない、これはもうフルパワーです。お、かっこいい。これです、こいつです、ね、おー、あー、もう今ね、フィギュアがね、限定版についてた。おー、ちょ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 、殴られた、切りつけられた。何何、どうしたらいい、どうしたらいい、もうザーになってますよ。うわー、かっこいい、はい、一応バンザーのアクションとしては、はい、今のからローラーダッシュって長距離をダッシュするアクションと、はい、それからこういうステップっていうその短い距離をこうキュッてかわすような動き、あ、強い強い、怖い怖いができます。それから最大で、あの両手と両肩にの4箇所に武装をつけてるので、はいはい、それが LR の4つボタンに割り振られてる。なるほど、相手もやっぱ早いな。ああ、いいよいいよ、当たった。スノーマン来た来た来た、スノーマンいっぱい来た。うわー、上もいる、上もやめてくれ、なんかいっぱい来たぞ。わー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 、おお、ちょ、避けてる、避けてる、避けてる、そう、それでそれで、さあ横移動ね、横移動、横移動、ちょちょちょ、さあちょっと待って、こう、ま、ちょっと、めっちゃ来るやん。ヒューン言うて。え、でも裏にもいる。いますよ。そう、囲まれちゃってじゃん、ちょっと真ん中に行っちゃったもん。やばいっすよね。そう、あ、いいよいいよ、トライストライス。あ、いいよいいよ、あ、やばいやばいやばい、あ、これまさか。終わった。無理です。乗って、頑張ってください。1体は。1体は。行きましょう。はい、最初はあの、最初1体しかいないんで。あ、そうか、最初のうちに。1体しかいないうちに、うん、なるべく倒しきりたいですね。これそう、まるで押し込む。おー、すごいすごいすごい、あれ
撃てそのまま壁にガンってぶつけられれば、あーなるほど、あのノーガードの相手を撃つっていうのができる。でウォルクの特徴はその右肩についてるレールガンなんですけど、あそれがかなり強い。おお、すごい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 、やったやったやった、強いねそれ。強い、それをいかに当てるか。なるほどなるほど。あと今あの敵が一番のバンザーが武器を落とすようになっていて、それを拾うこともできます。拾って三角を押しながら L2 を押してみてください。おそれでダブルマシンが、おお来てるよ来てるよ、避けた、やばいよ、避けた、避けた、よしよしよし。で、L2 と R2 両方同時に押すと両方打てます。おー、すごい、わーお、かっこいい。おー、やったやった。あ、まだいる。あ、もうちょっと、もうちょっと、あの、どんどん来てます。あ、来てるね、結構来てるよ。あ、動かない、当たってる、動かない、よし、うえー、あれ、やばい、やばい、やばい、燃えてる燃えてる、ちょっと待って、乗り換えたい乗り換えたい、降りて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 、むっちゃむずいですね。なるほどだ。さあ、バンザー乗り込みました。開けたらいいじゃないですか。もうもうもう違いますからね、動きが。確かに、ねえねえ、確かに。おお、早速、おい、うわ、早い早い早いですね。同じ機体かな、本当にね。んな本当だよ、シャーマンのそれ、シャーマン本当ですよ、全然違いますよ。うわぁ、全然だってもう食らってないじゃん。うわぁ、いいよ。あ、これか。さあ、押し出しての距離を取って痛い、やば。おぉ、動かない自分だから、ね、全然動くわ、スピーディー。おぉ、ナイスですね。すごいすごい、そうか、部位ごとのやっぱね、うん、で攻撃されちゃうと壊されちゃうカウンターな、足とかね。やば、あ、横にも、うわ、囲まれた、いっぺんに出てきちゃうんですね、うん、寄ってたかって、本当にハードモードです。これはこれはハードモード。うわわわわ、すげえ、押し出し、かみすってます、ミスってます、今だいぶ僕ミスってます、そうなんですだいぶミスってます、ちょっとわからないです、うん、そうっすね、まだ乗り換えよう、そうっすね、乗り換えれるもんね、乗り換えも、やってしまった。